はい、ということで今週も始まりましたハイジのダラダラジオ。珍しく朝収録をしております。皆様おはようございます。まあ、投稿してるのは夜なんでこんばんはなんですが、今週は、嫌な期待というテーマで喋っていこうかと思います。で、皆さん今、生活していて、特に学生の方はですね、誰かに期待をされていると感じることはありますでしょうか。あともしくは、期待をされてないことをすごく実感しているという方もいらっしゃるかもしれません。っていうのは塾講師やってた時に、いろんな、保護者の方がいらっしゃって、この子には期待してないんでっていうのを思いっきり目の前で言う親御さんとかね、いらっしゃるんですよ普通に。で、俺の前、第三者の前で普通にそれを言うってことは、普段家ではもっと言ってるんだろうなっていうのもあったりするわけですよね。そういう親御さんとはやっぱどうしても仲良くなることはできなかったんですけど、私は。で、今回どっちかというと、期待されてて辛い、期待が重荷になってるっていうところについてちょっといろいろ考えていけたらなとは思ってるんですね。で、まず特に学生の方で、保護者の方とかは、当事者で多分考えられると思うんですけど、学生のみんなはもし自分がね、誰かに期待をする、自分の子供がなんて想像ができる方だったらそれでもいいと思うんですけど、期待をするときにどういうふうに期待をすればいいのかなって、期待のやり方、っていうのをちょっと考えてみるといいです。特に今苦しんでる方っていうのは逆に反面教師にできて、あ、こういうふうにされると辛いから、こういう期待の仕方だったらいいのかなって、自分がそうされたら嬉しいなとかっていうのを考えるきっかけにもしてほしいななんて思っております。で、ちょっとね、みんなにちょっと話を振っちゃったんで話を戻しますけど、自分の中でですね、期待っていうのは大きく分けて2つに分けられるのかななんて思ってます。多分細かく分けるともっとあるだろうし、で、この話もしかしたらどっかでしたかもしれないんですけど、例えば、そのいい期待と、嫌な期待ね、悪い期待っていうのがあるんだけど、悪い方は私は押し付けだと思ってるんですよ。押し付け、つまりその期待をする側がこうなってねって、そうこうなってねっていう風にこうであってねみたいなことを押し付けてるので、どこで、いいか悪いかが判明しやすいかっていうと、期待に応えられなかった時なんですよ。私の中では期待に応えられなかった時に、その期待した人間が裏切られた的ながっかりしたみたいなことを、言うのか思うのか、態度に表すのかわからないけど、それが嫌な期待ですね。押し付け要素が強い。で、これは俺らの活動をしてる時も結構、俺らの活動っていうか、YouTuber の方とかさ、普通に芸能人の方とかもそうなんだけど、一般的に SNS とか見てて、なんか思うことね、いろんなファンの方とかがこうさ発言されてる見て思うんだけど、それはあなたが勝手にその人の理想像を作って押し付けてるだけですよねって。例えば俺はあんまないけど、ハイチならこういうことをしてくれるでしょとか、そういうのを自分の中で理想像を作ってて、あ、ハイチなのにそれをしてくれないんだとか、そう、自分が思ってた期待のとこに来ないから、あ、裏切られたみたいな風に感じること、これはでも親子間でも普通にあって、例えば私の子供だからこれができて当然だよねとか、できるに決まってるっていう押し付けをすると、そこにできなかった時に、はぁ、がっかりした、あなたはもういいわみたいなことを言い出す人がいるみたいなところを思ってるんですよね。で、やっぱり自分もね、子供がいる立場なので、すっごくそこは気をつけてます。押し付けにならないようにね。で、じゃあいい期待の仕方ってどういうことか。でも結局はね、そのいいか悪いかも自分がどうのこうのしてもさ、気をつけて発言したところで受け取り手にやっぱ自由があると思うんです。受け取ってる側が嫌な期待と思ったらやっぱ嫌な期待なんですよ。だから正直ね、これをすれば百発百中みたいなことにはいかないんですけど、ただ大事にしたいのは、基本的に根底にあるのが応援なんですよ。応援、押し付けじゃない、応援なんです。期待っていうのは私の中ではね、だからこういう風に本人がやってることを頑張ってほしいって。だから、その例えば志望校に合格みたいなところの明確なライン届かなかったとしても、その過程の部分、努力してた部分をやっぱりこう認めてあげるというか、そこに価値を見出せる、価値、本人がやっぱり一番辛いわけだから、例えば志望校とか受からなかったり目標達成できなかった時っていうのは、本気であれば本気であることね。だからこそ、その過程の部分に目を、見てあげて、向けてあげて、そこについて話をしてあげられるかどうか、
っていう部分だと思うんですよね。そうだからこの応援なのか押し付けなのか、ここもすごくねニアリーイコールというか、意外とその発言とかって近いものになりやすいんですよ。そう言ってることは同じになっちゃうことも結構あると思うんですよね。でもその根底にある部分がやっぱり違うと、随所随所の発言とか態度に出てくると思うんです。特にこれ聞いてくださってる学生の方、俺勝手なちょっとごめん決めつけたけど、これはダラダラジオを聞いてくれてる方っていうのは、そこのアンテナがすごいね高い方だと思ってるの。ちょっとこう感受性が豊かというかね。だから普段大人の周りの大人とかを見てるときに、なんかこういう風に言ってるけど本当はこう思ってるんだろうなみたいな部分をちょっと察するとこってあるんじゃないかなっていう。でそれはね俺がそうだったんですよね俺はすごくそこの部分が強くって、だから一瞬ちょっと苦しんでたところもあったんだけども、でもやっぱりそこの部分が自分の中で明確になった時に、期待ってさ答えなきゃいけないって思う時あるじゃないですか。でも違うんですよ、いい期待と悪い期待があるから。だからこの期待はごめん私の中で受け取れないっていう風に割り切るものが必要なんですよ。もしみんながこれから生きていく中で全ての人、周りにいる人の期待に応えなきゃって生きてたら潰れるぜ、潰れる心が、耐えきれなくなっちゃうからね。だからその捨てるって言い方は良くないかもしれないけど、捨てる期待はあっていいぜ。それが家族とか近い人間でもそう、親の言うことを全部聞かなきゃいけないなことあるかいっていう、一人の人間と一人の人間なんだから合う合わないはあるからね。そうっていうところが伝えたかった。で、この、テーマとちょっとずれちゃうんだけど、この話をするときに最後に一番伝えたかったことを伝えます。まあよく言うことなんでね、また言ってるって思うかもしれないけど、みんなの人生の主役はみんな自身。いいかい？主役の座は絶対誰にも譲っちゃダメ。親が主役じゃないよ。みんなが主役だ。みんながやりたいように、みんなが思いたいように思いながら人生をこう描いていくというか、前に進んでいってください。そのね、親の期待に応えるのが良くないってわけじゃなくって、例えば親のことが大好きで、親の喜ぶ顔を見たいから頑張るんです、いいじゃん、それは動機として素晴らしい、いいんだよ、それでいいんだけども、期待に応えなきゃいけないのかなって、ちょっと私の思いとはずれてるんだけどみたいなところを感じながら努力するので辛すぎるから、だからでもだ近いからさ、近い人間だから割り切ることは難しいだろうけども、そういった風に言ってた人間がいるんだって、そういう風に考えてもいいんだっていうのはね、ちょっと伝えたかったんで、今回ねこのテーマで喋らせてもらいました。はい、ということで今週もねここまでお付き合いいただきありがとうございました。まだ明日休みだよね、3連休だもんね、ゆっくり済んだでね、いい休日にしてね。で、これから夏休みも始まっていきますので、体調管理気をつけつつね、いい夏にしていきましょう、お互いにね。でまた来週日曜日に何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。それでは今週1週間がね、また皆さんにとって良き1週間になることを心より願っております。また来週お会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。